全16連のうち7連目が上地ボルチモアトラス。2009年5月に黄色に塗装された。一の戸川橋梁は福島県北方市にある東日本旅客鉄道番越再線の鉄橋1908年佳橋1910年番越再線北方大和間開通に伴い供用開始。阿賀野川水系一の 戸川に架か,かる16市間445メートル、高さ24メートルの鉄橋で、中間の1市間が、上地、四季ボルチモアトラス橋、残り15市間がプレートガーダー橋である。1の、戸川の谷は谷底に水田が広がるほど広かったため、このような、長大な鉄橋となった。建設時は、東洋一との呼び声が高かった。プレートガーダー、トラスともにアメリカンブリッジ製である。 中央部のトラスは200フィートで、当時の長尾橋で多く使用された、ボルチモアトラスである。ボルチモアトラスは、原存例が少なく、現在も使用されているのは、元橋の他番越再線かに沢橋梁、秩父鉄道裏山川橋梁、安谷川橋梁の4本である。ルート変更により用途廃止となった、中央本線立場川橋梁を入れれば5本となる。橋脚は、 花崗岩を積み上げられて作られた。町内都区等から採石されたが、足りなくなると、高里村からトロッコで原石のまま運ばれた。工事は困難を極め、完成時には工事関係者だけでなく、地元住民も涙を流したという、市の戸川橋梁を渡る SL 万越物語号。このように非常にレトロな形状の橋であるため、 SL 万越物語号走行時などは絶好の撮影ポイントとなるので鉄道ファンやカメラマンに非常に人気が高い。また地元でも大和の鉄橋と呼ばれ大変親しまれている。せせらぎの音をかき消して列車が放つ走行音は美島の音 30K に選定されている。期間を限定して強梁のライトアップが行われている。ありがとうございます。